里崎チャンネル。よっ、こんにちは。なんか佐藤さん、結構私も前々から聞いてるんですけど、うん、ある法則が、そうなんですよ、あると。あるんですけど、まあパ・リーグも同一カード6連戦がやっと終わって、はいはい、うん、まあそうですね、まあ、セ・リーグはね、うん、3カードずつの6連戦でしたけど、はい、パ・リーグは同一カード6連戦っていう、プロ野球界初の試みで、まあ、このねコロナの影響でなって、はい、でまあ、移動をね、うん、極力少なくするために、はい、感染予防、感染拡大予防をっていうところで、まあ、やった試みだったんですけど、はい、それを検証するっていう、はい、どうだったか、はい、もう僕の言った通りになってるっていうね。そうなんですね、言ったのっていう、だから、はい、最初言った時は、うん、そんなとかっていう声もありましたけど、うん、ねっていう、え、そんなってありました、そんな声。いや、あの、だって開幕戦にエースダメとかって言ってた。ああ、そんな、あ、そう言ってました。あ、金土日、はい、一番最初が金土日の3連戦で、はい、次のカードから6連戦だったから、はい、俺だったらもうエースは火曜水曜に投げさせて、うん、まあ、あの開幕戦は3番手ぐらいでピッチャーでいくっていう。あ、そっかそっか、だそれに対して、いや開幕戦はエースでしょって、うん、ああ、そんなお前開幕カード負け越したら意味ないやんとか、はい、っていう、あの、いう意見が多かったですけど、うん、終わってみて、はい、ねっていう法則がしっかりできて、はい、だもし仮にオリックスだったら、うん、火曜水曜に山本山岡投げさせて、はい、日曜日は田島ぐらいでいくとか、うん、っていうのを言ってましたけど、はい、はみたいなね、うん、感じで言われましたけど、はい、逆にこっちがはっていうねほらね感じになりましたけど、はい、まあ、やってみて の、 その率直な6連戦をこう戦ってる感じで見て、メリットデメリットを、はい、やっぱこう思ってた時に、やってるの見た時にやっぱメリットは、うん、一番のメリットは、はい、移動ゲームがないっていう。あー、確かにそれは楽ですよね。金曜日に必ず6連戦だと移動ゲームがある。だからセ・リーグは金曜日に移動ゲームしてるはずなんですよね、はい、でもセ・リーグっていうのはもう新幹線1本、はい、うん、一番遠くて広島東京、はい、うん、でもし東京出てきたら、あの、でしかも最初ね感染拡大しないためにその西は西、東は東みたいな感じで結構固まって試合してたから、はい、そんな移動も極力少なかったと思うんですよ。でそうなった時に、まあ、あの移動ゲームがあったとしても地区に分けてたから、うん、まあ、移動しやすい、はい、逆に新幹線1本は本当に楽なんですよ、うん、でそう考えた時にパ・リーグってやっぱ飛行機乗らなきゃいけないじゃないですか、はい、で札幌福岡の移動ゲームなんて地獄なんですよ、はい、でだって仙台福岡とかも空港遠いじゃないですか。遠いです。だって空港遠いか乗ってる時間遠いところってもう地獄なんですよね、はい、その移動が、うん、でそういったところで、まあ、金曜日の移動ゲームして土曜日ナイターデーってマジ地獄だったんですよ、うん、はい、それの6連戦エンドレスでパ・リーグはマジ体力的にきつかっただろうなと思いますけども、はい、その金曜日に移動ゲームがないっていうのはすごい体力的にはメリットあったと思うんですよ。だから次の日デーゲームでも、まあ、普通に、まあ、ちょっと早く寝ようかっていうレベルでいいわけです、ね、そうそう、移動しなくていいんですもん、うん、こんな楽な話ないですよ、はい、だからそういう部分では体力的に楽だったと思うんですよ、うん、で、まあ、もう一つのメリットで言えば、はい、その先発が6人きっちりなきゃいけないんで、はい、選手のチャンスが多い、うん、あー、そうですね、で逆にこれ、うん、見てて思って、はい、あ、もう今のプロ野球界って6人ちゃんとローテーションを揃えるチームってほとんどないんだって。あー、でも本当に6連戦がこう続いてるから綺麗にそのローテーションというのが分かりますよね。もうここね、うん、火曜日は誰それとか、はい、水曜日誰それっていうのが、うん、まあ、大体抹消されない限り、はい、まあ、大体もう決まってそうなってくるじゃないですか、うん、でも6人バシッとローテーション決まってこの6連戦最後まで戦ったチームいないですよね。しかもセパ含めて。これはそうですね、そうかもしれない。あ、人材なんっていう、うん、まあ常にじゃないですけど、はい、じゃあちょっと昔話すると、うん、ソフトバンクとか、はい、強い時は、うん、斉藤和美、杉内和田、はい、新垣とか、うん、でそこに寺原みたいな、はい、で外国人いたりとか、うん、もう毎日エース、はい、言ってましたね。ソフトバンクは本当にしんどかったっていう、はあ、っていうのとか、うん、ロッテでも2005年だったら、はい、清水直さん、小林博之、渡辺俊介、小野慎吾さん、久保、セラフィニ、6人全員10勝、うーん、1年間すごい、ローテーション6人全員10勝ってなかなかないんですよ。ないですね。っていうのが、うん、いたチームもあったのに、はい、今6人いないんだって。やっぱり
でも楽天になっちゃって申し訳ないですけど、うん、最初っていやもう6人以上いるよって思ってたんですよ、うん、でも結局ハマらないでしょ。そうなんですね。結局だって最後まで今も投げてるの、うん、則本、はい、で湯気、はい、涌井、はい、だけですよ。そうですね、そうですね。他はまあ石橋とかね、はい、塩見とか、あと松井、あと松勇樹とか、岸 と,、ね、とかも、はい、いましたけど、ずっと投げてないじゃないですか。だ結構もう人材が豊富すぎて、ローテーションなんかどうするんだろうなぁと思ってましたけど、うん、やっぱ蓋を開けてみたらやっぱり抜けちゃう人もいるし、うん、回る人6人バチッと固まる人いないんですよ。で今 ね好調のロッテでも、うん、ずっと回ってるのは石川、はい、で三馬、はい、岩下とか大島とかがこれでも二木とかも抜けたり、はい、最初からいたっけなっていう、はい、最初の6人のローテーションから、うんっていうのもあるんですよね、はい、いたかもしれないし、でも6人バシっているわけじゃないですか。でソフトバンクにしても、はい、多分ずっといんの、はい、いないっすよねっていう。最初ムーアとか投げてましたからね、はい、バンデンとかで千賀とかも一回抜けて途中、ね、そうですよね。で和田とかも入って抜けたり、はい、で武田も抜けたり、本当だそうですね。で石川、うん、二保とかも、はい、だからずっと揃って6人いないんですよ。なんかソフトバンクも調子がいいのに全然固まってないですね、うん、そうなんですよ、うん、って考えたら、はい、いないねっていう、そうですね、6人いないんだっていう。だからオリックスもずっと投げてるのはそんな少ないじゃないですか。山本とか田島とか、はい、あとは入ったり抜けたりしながらっていうところなんで、はい、あ、いない。セパも含めて6人バシッと揃っていないんだっていうところが逆にびっくりっていう。これ6連戦を戦ってみて、顕著に現れますね、うんうん、だからまあ去年までだと1ヶ月に6連戦って大体2回ぐらい、うん、でそう、あとは火水木曜休んで金土日とか、はい、火水木やって金土休んで土日とかっていう5試合っていうのが多くて、だから6番目っていうのは1回投げたら飛ばしてっていうのもできたわけ、はい、だそう考えるとその 6人がバシッといないのも、うん、もうちょっと頑張ろうよっていう、はい、セパ含めて、うん、セパともに多分エースとかは回ってるけどやっぱ6人揃えれてないもんね。そうですね、これってどうなんやろっていう。だからすごい人の能力は上がってるけど、はい、うん、ここちょっと格差社会になってるんじゃない、能力格差。だ6人でも全員が1年ローテーション守り通すってもうなかなか、うん、それはまあ昔もね、はい、どの球団も毎年6人バシッといるかっていないと思うけど、うん、でもそこを頑張ってできたチームは今後強くなるんちゃうかって。いや相当強いと思いますよ。だ6人をローテーション揃えれるかどうかが、はい、うん、鍵になるかもしれない、はい、でまあ、その中で火水にそう僕はエースを当てろって言ってて、はい、でこれ如実に出てきたのが、はい、火曜日に負けてるチームっていうのは、うん、そのカード、はい、よくても五分。へえ、だ3勝3敗ってことですか。よくてね、はい、どのチームも、はい、ソフトバンクですら火曜日に負けてたら、うん、勝ち越さないですよ。へえ、だから火曜日負けたのはソフトバンクでいうと6月の2週目西武に火曜日負けたんですよ、はい、でそしたらその週2勝4敗で次負けたのが7月の4週目日本ハムに火曜日負けたんですよ、はい、で3勝3敗、うん、1、2、3、あ、本当だ、そうですね。で楽天に、8月2週目火曜日負けて2勝4敗、はい、本当だ。でロッテに1、2、3、4週目火曜日負けて2勝3敗1を、うん、そうですね、本当だ。首位のソフトバンクですら、はい、火曜日負けたら勝ち越さないんですよ。だ火曜日ってめちゃくちゃ大事ですね。大事だったっていう、同一カード6連戦は。本当だ。で今2位のロッテ、はい、2位のロッテにしても、うん、火曜日に勝てなかった、30日からの楽天戦6月、はい、火曜日負けて1勝5敗、うんうん、21日の週西武に火曜日負けて2勝4敗、はい、であとは火曜日勝ってるんですよ。本当だ、ずっと勝ってる。でそれは火曜日に見間を途中から火曜日にしたんですよ、はい、それによってゲームが組みやすくなったっていうのもあるんですよね。本当ですね、ずっと見間見間見間ってなってますね、はい、へえ。でそこで見間がいいピッチングで勝ててるんで、はい、え、本当だ、火曜日に勝ってる試合って結構連勝になったりしてますね、はい、勝ち越すんですよそのカード、うん、で楽天は火曜日勝ってるカードっていうのを勝ち越すんですけど、じゃ あ, 7月2週目ソフトバンク戦、はい、火曜日に負けて2勝4敗、うん、でその次の次の週21週の週もオリックスに火曜日負けて1勝4敗1分け、はい、で次の週のロッテに火曜日負けてここは3勝3敗で18日に
に日本ハム戦火曜日負けて2勝3敗1分け、はい、だ楽天も火曜日負けると勝ち越さないんですよ、うん、本当ですね。しかも状態良かった7月であの開幕当初ですら火曜日負けると勝ち越さないんですよ、はい、じゃあオリックス、はい、最下位じゃないですか、はい、逆にオリックス火曜日勝ったら勝ち越してるんですよ、うん、7月の2週目オリ日本ハム戦火曜日勝って4勝 1敗1分け、はい、で21日楽天戦火曜日勝って4勝1敗1分け、うん、であと火曜日負けたらもうその週は、まあ、18日が唯一火曜日負けてるけどあの3勝3敗で5割になってるけど、はい、基本的にオリックス最下位のオリックスでも火曜日に勝ったら勝ち越してる、はい、でやっぱオリックス、まあ、今最下位ですけど見ると火曜日ほとんど負けてるんですね。だからそうなんですよ。で、山本由伸を火曜日持ってきても勝ってないから、はい、そこがやっぱ勝ちきれてないところなんで、うん、でもこの 全チーム見たんですけど、はい、火曜日に負けるとその週勝ち越してないんですよ、同一カード6連戦っていうことは。やっぱり、はい、火曜日に勝って流れを作るのがどれほど大事かっていうのが分かったろっていう、終わってみたらで言ってたろっていう、はい、開幕前から。え、でもですよ、じゃあ全チームがよし、じゃあもうどこのチームもエースを持ってこようってなるじゃん、うん、1番のもう山本、森本、うんうん、で、エース同士が戦うじゃないですか、うん、エースが必ず6試合だったら3人負けちゃうじゃないですか、うん、そうするとじゃあどっかのチームじゃエースをちょっと外し日に持ってきた方がそこで勝てる。だってエースを外してもエースで負けるって楽天のエース森本でしょ、はい、森本でも負けるじゃん。負けます、ちょっと最近ちょっと負け、はい、でしょ、はい、山本でも相手がエースじゃなくても負けるじゃん。負けます、そうですね。結局エースが出たら勝てる歩調っていうのは絶対ないし、はい、でもエースが出る方が勝てる確率上がるじゃんね、はい、でエースで負けるようなチームっていうのはやっぱり連敗しがちね。もうそっか、エースのところは必ず取りに行かないといけないの、うんうん、で楽天で言えば則本が若干状態悪かったですけど、はい、ここに来てちょっと上がってきてる、うん、でもその分涌井がエースの代わりして負けなかったじゃないですか、はい、だから大型連敗しなくて保てるんですよね、うん、水曜日に止めてくれるっていう、うん、でもここに来てやっと負けて、はい、やっと負けてっていう言い方もおかしいですけどあの負けたからちょっと連敗するかもわかんないですね、はい、そうですね、ここちょっと今ちょっと負けがね、だからエースっていうのは、はい、連勝を担う役割もあれば、うん、連敗ストップの役割もある、うん、これによってチームの浮き沈みを安定化させるっていうところもあるし、エースは相手にエースに勝つからエース、はい、エースに負けるようなエースはダメなんですよ。でもチームのトップがエースなんじゃないんですか。エースだよ、だからエースがエースに負けるようなチームっていうのは上に行かないよ、はい、そうですね、エースは絶対的にエースに勝てるのがエース、ね、うん、でそうなってくると、うん、その火曜日にエース当てても、はい、エースで負けるようなチームはそれは無理だよねっていうそっか、はい、で日本シリーズでも、うん、クライマックスシリーズでも、はい、頭取ったら勢い乗るじゃないですか、はい、同一カード、うん、それがやっぱり火曜日が、うん、だから僕はカースイッチだけどここがすごいやっぱり大事だったなっていう、結果的に見ても数字が物語ってるから、うん、何が違うんですか、やっぱ初戦取ると気持ちが乗るんですか。乗りますよね、やっぱり、うん、いい形 で、はい、1個貯金ができるから、あと2個勝てば5割ですから、安心感、余裕ができるってこと、うん、いけるよみたいな、うん、でチーム勢い乗る、はい、いい形に行く、次の日からも いける、はい、向こうとしては初戦落とした、うん、水曜日落とせない、はい、やってくると、うん、もう水曜日も落としたら終わりですからね、はい、もう負け越しみたいな、ね、うん、だ基本的にカースイ負けたらもうほぼ負け越してるんですよ、うん、だオリックスだけがカースイ引き分けてカースイ木負けて金土日って勝って3勝3敗あるんですけど、はい、それ1ケースだけで、うん、カースイ2連敗したチームっていうのはもう 100% それオリックスのワンカードのけたら、だから 90% 以上負け越してるんですよ、はい、やっぱりそれぐらいやっぱり結果的にだって金曜日にエース持ってきてるんですよみんな、はい、それでもカースに負けたチームっていうのは金曜にエース持ってこようが、うん、そのカード、その6連戦は勝ち越せてないんですよ。だ 金曜日で一つかあの勝っても、うん、まあ、負け越しになっちゃ そうです。結局このカースの悪い流れを引き継いだんで、うん、カースに目3連敗とかになっちゃうんですよ。流れって大事なんですね。逆に言うとそのカースで負けて、だカースで勝って勢い乗ってきてるから、はい、エースも飲み込まれちゃうんですよ。あ、途中で止めれないんですよ、はい、そのエースですら、うんうん、ってなっちゃうのが嫌だから僕はカースイッチってたんですよ。みんなよく金曜日止めればいいやんって簡単に言うんですけど、はい、飲み込まれますから勢いに、まあ、確かにその、まあ、エースがテンポのよくすごくいい投球をしたら、うん、その守りも攻撃もテンポがこう乗るっていうじゃないですか。そうそうそう、その勢いのままじゃあバッターもいいこう調子でいったらその流れのままいけるわけですね。そうそうそう、で、うん、僕はこのカースイにエースを立てて中継ぎをあんまり使わないように勝てたとしたら、はい、うん、週末温存しないでいけるじゃないですか。そうですね。そしたら月曜日絶対休むから、はい、日曜日使いやすいでしょ、うん、でもこの後の金土とかにエース持ってきてると、
序盤中継ぎいっぱいいるようになるじゃないですか、はい、でもしエースが崩れかけても中継ぎ変えれないじゃないですか、はい、こう疲労度あったら、はい、無駄に引っ張って結局打ち込まれましたみたいな、うん、変えとけよかったのに、でも中継ぎを休ませなきゃいけないからエースだから休ませたかったみたいな、うん、でもう全部悪循環で、うん、ってなっていくっていうのが嫌だなと思ってたら結局そうなったチームもありますよね。だから則本とか結構無理に引っ張って打たれて負けたとかありましたよね、はい、でもそこ変えれないですよね、はい、中継ぎ休ませたいとかあるんで、ね、そうですね、エースにそれを託すっていうのもあるんで、うん、それが悪循環になって則本が勝ちきれなかったりする時もあるし、うん、山本由伸も日曜日に置いといて、はい、古いな悪い流れで来すぎて止めなきゃいけないっつって止めきれないみたいなっていうのもあるから、やっぱ結局火曜水曜大事だったなっていうのが、うん、あの分かったでしょっていうちょっと自慢ですほらねっていうそ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 う、いやね、でももう6連戦終わりましたけど、うん、でもこれ面白かったですけどね、うん、私も結構好きでした、うん、こう流れとかね、はい、そういうなんか飲み込まれていくのとか、うん、はい、どう改善していくやろうっていう駆け引きとか、うん、まあ、見てて、だ僕はもう思い切って、はい、今年はこういうシーズンだから最後までこれでも良かったですけどね。そうですね、いきなり3試合ずつになっちゃうんですか、ね、しかも絶対エースと当たるから、はい、うんふんないじゃないですか、はい、どこも平等に全ローテーションと戦うわけですよね。そうそうそう、で今度からは3連カードずつになるんで、うん、そのエースと当たるとか誰が当たるとかローテーションどうとかっていう運不運が出てくるんで、はい、またちょっと流れがね変わるかもわかんないですけど、はい、まあ、そういった面ではまあ面白かったなと思いますし、うん、はい、まあ、カードがね増えることによって移動が増えるんで、はい、そのコロナのね感染拡大とか感染しないようなねその対策はねプロ野球界もしっかりとって、あとファンの皆さんもね、はい、しっかりとって、まあ、今度ねこの6連戦が終わった後、はい、どうなるのかをね、うん、楽しんでいきたいですね。はい。